消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。亮斗です。はい、こんにちは。お願いします。はい、本日は仮面スポーツ所沢店さんに来ております。本日が、日付的には4月の10日、そうです。何があったか。今日、翔平復活日なんですよ。で、昨日何があったか。はい、今日の舞台。データを間違って消しちゃいました。はい、ということで、僕たち取りためていたものが、まあ、なかったりとかね、っていうのがあるので、で、カムイさん、ちょっと無理言って、混んでる時間ではあるんですけども、撮影させていただけるということで、カムイさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、4月ということで、いろんなグローブとか、ミットとか、まあ、たくさん、入荷されたということで、ちょっとそちらの方を見ていこうかなと思います。はい、で、まず、この動画では、ちょっとキャッチャーミットに触れていこうかなと。もう今、ここ、軟式コーナーに来てるんですけれども、一つ目のキャッチャーミットをご紹介していこうと思います。はい、じゃあまず、1個目のミットをご紹介していこうと思います。そのミットが、はい、こちら。はい。こちら、ミズノのグローバルエリートのキャッチャーミット。で、ミズノのグローバルエリートのキャッチャーミットといえばですよ。この前出たじゃないですか。出ましたね、新しいのが。はい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 。ここにね。ここですね。おたけび。叫び。のんぴりチャンネルじゃないですか。この叫びミット、初めて触ったんですよ、本当に、はい、全く今まで触ったことない。ちょっと水野さんのキャッチャーミットって僕、機会がなかったんですよ、ずっと。で、特徴としてまず、本当にびっくりしたのが薬指リングみたいなのが入ってる。入ってますね、確かに。これね、すごいよ、何リングだこれこれ、親指潰れないように商品をちゃんと守ってくれてるんで取ってくださいね、買った時は。これ、そう、この黒いので、まあ、薬指リングではないんだけど、厳密に言うと入ってるので、まあ、ミット内でね、しっかりと動くことなく、はい、手がぶれることなく、やってくれるっていうのは、まあ、すごいいいなっていう。 SSK の有力っていうのは梅野選手のみたいな設計になってます。レギュラーバッグなのかな、まあ、この分軽量化されてるからね。タイさん重いキャッチャーミットが軽量化されてるし、なおかつ開閉もしやすい。普通の水野さんのミットよりかもちょっと小ぶりかなと、操作性がいいのかなと。僕あとはなんかいつもよりも親指の待ちの芯の部分、ここがちょっと水野さんにしてはちょっと薄めかなと。僕好みのミットになってる、超気になる。深めがほぼほぼなので、隅谷選手モデル以外は結構深めなミット水野さんと多いので、やっぱここの出っ張りに出てくるのかなっていう。まあ、がっつり掴みたいんだけれども、その親指芯薄くしたりとか小さいミットが好みな方はすごいいいなっていう感じのキャッチャーミットですね。今後さらに荒らしていくんじゃないかな、キャッチャーミットかよっていうような感じですね。はい、でこちら同じ BD 型なんですけども、こっちが2万税込み、まあ、カメさんはいつもお安いので2万4750円なんですよ。でこっちが同じなんですよ、型番は同じ BD 型なんですけれども、こちらが3万690円。何が違うのかなと思って、まあ、同じ型で何が違うかなと思ったら、ラベルがこっちですね。こっちシリコン、こっちが刺繍になってますっていうの違いがあるので、それでもしかしたらちょっと他にもシリーズの違いとか革の違いとかあるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとまず1個ラベルでこの違いを見つけたかなっていう感じです。これ色はラディッシュと黒、はい、でこっちの黒もありました、こっちの値段のシリコンラベルなので、今ね、やっぱりこれ中学生向けとかになるのかな、まあ、2年生とかになってもうポジション固まってる方なんかは軟式中学部活なんかはいいかなと思います。じゃあ次ちょっと公式コーナーに行こうかなと思います。はい、公式なんで水のプロも、存在しています。はい、こちらですね、はい、ナチュラルライムの色なのかな、叫びと入ってます。はい、こちらが
たけびのグローバルエリートになってます。こっちもね、公式用なんです。公式用です。型一緒かな。うん、こっちはね、MR 型っていう。こっちはね、MR 型で2つも同じ型番の、キャッチャーミットとなってます。はい、じゃあまずちょっと水のプロの方からなんですけれども、やっぱね、ちょっと重厚感はある。つまりその分しっかりしてるのかなっていったような感じと、革のね、なんだろうな、やっぱ存在感にしてる水のプロの革のはめちゃくちゃある。とんでもない、すごい。これで、バックサイドが特徴的なんですよね。多分相澤選手とかと同じバックスタイルじゃないかな。相澤選手どっちだったっけな、レギュラーバックだったかわかんないですけど、まあちょっとね、特殊なバックスタイルをしているキャッチャーミットです。こっちの方の MR 型っていうのは、さっきのミットよりかもちょっと深めかなと、ボックスで閉じる方が向いてるんじゃないかなというようなキャッチャーミットですね。はい、水のプロの方のお値段がこちらですね、60,600円となってます。まあ水のプロはね、どこのお店でもちょっと値引きはできない。じゃあのニスのグローバルエリートの方が46,530円。全然安いですね。めちゃくちゃ安い。公式ミットは、しかも話題の公式ミットがこんだけ安く買えるっていうのは、まあね、亀井さんの力だなと思います。他にもこんだけキャッチャーミットありまして、で、まあまだね、ダイバーシーブルが残ってたりとかで、このちょっと僕も気になったんですよ。大城選手もです。キャズンで今まで多分なかったんじゃないかな。なかったと思います。新しく多分プロあの水野のアンバサダー契約だかなんだかなったの で、そこでモデルとしてオーダーで選べるようになったのかなっていうのもあるので、まあね、こうやってプロ選手型の店舗別注だと思うので、そういうのをね、販売してくれるカメさん、さすがだな。さすがです。はい、一個トップです。はい、ということで本日はね、水野の新しい叫びキャッチャーミットの、紹介をさせていただきました。叫びの中にもね、たくさん種類が、あるので、ぜひぜひ自分の手に合ったミットを選んでください。カミさんのインスタグラムがあるので概要欄に載せておくので、ぜひチェックの方をお願いします。通販アプリと会員アプリがあるので、そちらの方もぜひチェックをお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。